せんちゃん。こんにちは、りここです。今日は UFO、 なんと UFO テーブルカフェに全員当たりました。でそこで買ったものたちを紹介したいと思います。まずランチョンマット。最初に席に着いた時に一人一枚、はい、裏返しになってるものがあって、はい、何が当たったのその時で、 D ママはタンちゃん、はい、 D ミスターこっちでしょ入ってる。 D ママがタンちゃん、タンちゃんイエーイ、タンちゃんイエーイ、タン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 ジロー、タンタンタンジロー。で D ここが全一、せーの、全然で、そしてまあ D ココはねずこが欲しくて、はい、最初チーンってなったんだが、まあとりあえず頼もうってなって、はい、なんだっけ、デザート頼む。そうそう、で D ママは伊之助のこっち伊之助の誕生日プレート頼んで、はい、どれ、はい、祝いもらいました。プーこれ初めてですね。カラーなんだね。うん、カラーかわ、そんみんなかわいい。でっかいどんぐりで、 D ここはあの善逸のデザートを注文して、はい、で来たランチョンマットがなんとねずちゃんでした。ねえ、いいから。まあ満足だったんじゃないですかね。だよね。うん、でランチョンマットケースはまあねずちゃんだけのないので、はい、でもこれがねこのシーン好きなんだよね。はい、見せてもう一回も。可愛 いシーンね。そうそうそう。このねずが可愛い。そう。で D ここはこの、はい、ランチョンマットで D ママは。待ってね。M ちゃんのランチョンマットケースを買いました。はい、はい、じゃあしまって、ランチョンマットいいよ、とりあえず全部、じゃあ私しまう、隠しに、はい、隠しまうよ。じゃあこれだけし、はい、飲み物のねずこの冷たい飲み物で、そのかわいいねずこちゃん当たりました。はい、で、次にこれ、そう、これが欲しくて善逸の冷たい飲み物、はい、美味しかったんだよ。オレンジとサイダーの、あ、そうなんだ、なんかね、美味しかったよね。コースターですね。ファンタのオレンジみたいな感じだった。これコースター、そうそう。で、D ママがこの伊之助の黒ごまのなんやつと、ね、M のホットの方、はい、ミルクラテ、ホットだからこれなんで、どっちもミルク、ミルク、でこれをゲットしました、はい、そして無限列車の3期のくじ引き缶バッジ、まあラインナップがちょっと載ってないんですが、これを載せときます、はい、これを3つ、まず3つ買いました、はい、でこの何、柱と親方様のやつは1つ買いました、はい、じゃあこれをまず開封していきましょう、はい。じゃあまずは無限列車の方から出てきます、はい、まず1個目、ねずこが欲しいんだよね、とりあえず。そう、シークレットが何なのか分かんない、そう、一斉、あ、お、お、煉獄さん、え、早速ですか、早速煉獄さん来ました。え、久々じゃないですか、ね、煉獄ちゃん引いたの久々じゃないですか、はい、煉獄、じゃあ次行きましょう。煉獄運なので、せーの、え、あれ、シークレット、シークレットじゃん、光る小人、炭治郎の、炭治郎の、あの、うん、この、はいはいはい、え、この子好きだよ、これ、これがシークレットなんだ。え、もう一つある、3つあるのか、さあラスト、せーの、あ
まさかのシークレットカフェ。まあ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 。まあまあいいですよ。逆にすごかったんじゃないですか。そうだってこれいっぱいいるからね。はい。そうだね。まあね、一人だけじゃないからね。そうだね。じゃあ、これ。じゃあ、親方様の方ね。待って、これは、ムイが欲しいんだよね。ミーが欲しい。ミー。はい、せーの。あ、かたさまとあまねさんじゃん。え、ちょっといい。いや、見てて。見てて。見せて。めっちゃかわいい。いいですね。あ、いいじゃん。色もいい。ちょっとなんかここ見えたから、しのぶさんかと。ああ、そうだよね。紫だからね。まあでも、よかったんじゃないですか。いいです。うんうんうん。じゃあ、で、次がどっち、まあ、色紙。はい、色紙こちら、え、ガチャ、いや色紙こちらで、こっちが、うん、まあまああのむいくんと、まあ、ねずこ、はい、で私の天元様、はい、あなたの天元様が欲しくて、こちらは2枚買いました、はい、でこっちはまあむいむいと天元様が一緒にいる、やっぱこの一択です、はいはい、どれから開けますか。まあその1枚の方から開けますかね。頼む。せーの。え？あ、見えちゃった。最高。でもこれでどっち飾るんですか。いや、あの見えるところにね。じゃあはい、そちら1個目、はい、せーの。いや、あ、見えちゃった。あ、ねずちゃんじゃん。やったじゃん、やったじゃん、やったやった。だからさ、こっち向きで入ってるからさ、こう開けて、こうやった方がいいよね、うん、そうそう。お願い、せーの。あー、無残。おー、無残。ねずこと無惨出ました。でもなんかいいじゃん、この組み合わせ。いいね、いいじゃん、いいじゃん。え、いいじゃん。いや、これはいいね。いや、これこれに関してマジですごい、うん、すごい。これもめっちゃいい。いや、満足です。今回の色紙に関しては満足です。はい。で、まあガチャ、うん、そして全然関係ないんですが、ガチャガチャを、違うところで入れました。ガチャガチャをやってきて、はい、ラバーストラップ、何あれ、メツってやつ、ラバーマスコットだけで。ちなみに、まあ天元様とムイムイ、はい、狙い、狙いなんですけど、まあ緑のカプセルはこれですよね、イノッピ、はい、でこれに関してはあの隠しが最初にやって、はい、イノッピが出て、はい、で次に D ママがやって、はい、で富岡さん出て、でチェンジしたんです。はい、交換要因で次なんだろう、まあ一回、あと一回やってみようって、次やったのがそれです。遅いです。非常に遅いです。手こずっております。でメイメイが出ました。あ、かわいいね。うん、これ売ってました。売ってました。なかなかいいんじゃないですか。で、それとまあランチョンマ、はい、でした。はい、はい、一回切る、うん、はい。それではおじさんだよ。はい、はい、はい、隠しさんのグッズを紹介していきたいと思います。まずは、UFO TV、 さっきね、紹介するのって、そうそう、で、この乗車券、ね、無限列車の乗車券のやつ、なんか、うん、本物みたいなパチッ、パチってね、やってくれるのに。そしたらもう眠くなりました。眠くなったの。眠くなりました。ピントが合わない。
普通に眠くなりましたよ。これいいね。ね、これはなかなかちょっといいよね。はい、じゃあランチョンマットから。はい、ランチョンマットからお願いします。切符隠しに渡しときな。で、隠しは最初に座った時にゲットしたものが、煉獄さん。煉獄さんの幼少時代。はい。眉毛が凛しいです。で、次に、ホットパイ。パイ。ホットパイ頼んで、ついてきたのが、エムちゃん。ありがとうございます。いや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 、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。で、伊之助の同じく頼んだ。はい、ね、です。三番目のお品。三番目のお品なんで。で、ランチョンマットはエムちゃんです。はい。はい。はい。じゃあコースターは、コースターママ。まあ、あの、リーママと一緒です。かぶってます。じゃあまずはガチャ。ガチャ行っちゃう、ガチャ行っちゃう。あのさっきの話したかね。あ、そうだね。富岡さんが誰だか。富岡さんが交換してもらいました。開いてます。じゃあ富岡さんで、この富岡いいです。はい、はい、じゃあこれからじゃない。これ隠しはこれです。親方様のやつは2個買ったんです。そうです。それは、まあ、は柱なんで、柱と親方様だから、まあかぶることがある可能性もあるけど、何当たっても嬉しいかな。まあトミーが一番いいけどって話。じゃあいきます。トミオかサネミ天元。いやいやいやサネミアトミムイチロが、まあ、とりあえず、はい、1個目いきます。はい、せーの。あ、むいくん。はい、むいくん出ちゃったので、これはD ココの元に行ってしまう約束だったのでね。じゃあ、もう1個、お願いします。あ言ってたことが、え、でもゆういちろうにまさゆめです。え、でもゆういちろうに、まあ一個くれるって、なんていうの、ありがとうございます。はい、まあいいっすよ、いいっすよ。じゃあ色紙で、隠しは3枚違うやつを3枚買いました、はい、で、そしてこれ、はい、で、これはもう完全にトミーとサネミとしのぶ、はい、のやつが一択ですね、はい、さっきの私たちと一緒で見て取りました。で、こっちが、はい、こっちはこれはね、まあ、タントミ、タントミ、あ、いや、一番ねこれなんですね、あ、忍とね、はい、でもこれも欲しいんだ。あ、いいね、いいね、はい、え、じゃあまずでも善逸の雷もいいね。はい、ちょっといいですか。で、前日この間当たってるんですね。まあね。そしてこれはもう一択ですよ。はい、富岡さんです。はい、天下、天下。いや。じゃあどれから開けますか。これから。それ何？あ、はい。死の部分。はい、絵が見えてますけど。見えてます。え、でもわかんない。はい、じゃあ開けてください。はい、せーの。あ、かわいい。あ。炭治郎の幼少時代の、あ、いいじゃん、日の神だ、日の神、いいじゃん、パパ、はい、あ、かわいいね、あ、いいです、絵が綺麗だね、色使いが綺麗、すごい、一枚目これでーす、じゃあどうしようか、それはどっち見して、あ、もう一択のやつです、何見ない、せーの、あー親方様と親が子供と、私時点は親方様だと思ってたから、あ、富が当たらないんだったら親方様が欲しいと思ってたので、うん、あ、でもいいじゃん、よかったです。なんだ天元じゃないや。いや、当たってるやん、はい、ラスト天元、逆逆逆、あ、ブイック。
ちょっと待って、ちょっと待って、私これ言ってないよね、交換するって。言ったよ。まあそれはまた後で議論してください。はい。どうしたいきなり無意君率高いの。いや、なんだよな。おかしいよな。無一郎君でした。望んでねえよな、みたいな。じゃあ、はい。はい。隠しの。まあ、こんな感じでした。はい。富岡さんも、はい、でランチョンマットがさっき紹介した通りでーす。はい。以上で。はい。おっさんね。はい。次はディーババのグッズを紹介していきたいと思います。はい、ランチョンマット。ランチョンマットケースはもう、はい、ディーババは煉獄ちゃん推しなので。はい、じゃあこれはあのパイ頼んだ時ね当たったやつで、で欲しかったやつが出てよかったらしいです。ちゃんとやってくれますか。はい。そしてイノスケ、テーブルに座った時とデザートの時、これはちょっとはい。でコースターは、えコースターはこちらです。千寿郎と煉獄ちゃんです。はい、まあ、これはいいシーンですね。はい、夢の中のね。はい、そして待って、ディーババはこれ煉獄ちゃんが欲しいですね。2つ狙いで2個買いました。じゃあ1個目、はい、煉獄ですね。あっ、うっそーうっそー、あなたうちあなた可愛いからいいんだけど、まあね、せーの、あ、かなおちゃんじゃん。可愛い、口紅だけ色づい横になってます。横になってる。え口紅ついてるの。これ D ココが引いたら嬉しい2つでしたね。そうだね。でも D ココが引いたんでしょ。自分で引きゃよかったんじゃないの。うんだね。ちょっと D ババのミスです。そうちょっとね、引いてよって言われたから。いいんじゃないですか。 D ババはこんな感じで、あら、新入社入りました。でランチョンマット、新入社、はい、以上でございます。以上です。以上で、どうでしたか。UFOテーブルカフェでなんかグッズも買えたし、うん、UFO テーブルカフェしかないやつも買えたから嬉しいなと思いました。うん、何食べたの。スイーツのなんか言う、スイーツ食べたんだっけ。それと飲み物が2つね、2つ飲みました。ね、今回は本当に偶然な運命的な、本当に的な、あの3人で応募してね。そうそう、隠しと D ママと D ココのアカウントで応募して、まあいつもそれで応募してるんですけど、そしたら3人とも当たって、でも隠しが土曜日だった。でなぜかあの D ママと D ココはこの木曜日に、ね、なぜ当たって同じ時間でなおかつ同じ UFO テーブルカフェで、そうマッチカフェじゃない方、はい、で同じ UFO カフェで同じ時間で、はい、すごい偶然です。すごい偶然です。だからね、1つに2人行けるから4人で行けたっていう、はい、楽しかったね。はい、またね、あの、また違うシリーズで、そう次私のシリーズで行って、あの遊郭編で今度はね、ワニさん頼むよ。遊郭編だけは本当に行きたい。はい、あとは無一郎と天元様のバースデー時期に応募しようかなと思ってます。お願いします。はい、お願いします。はい、クリスさん了解しました。はいはいはい。これで終わります。チャンネル登録もよろしくお願いします。グッドコメント、グッドボタン
ボタンとコメントもよろしくお願いします、はい、次の動画も見てね、バイバーイ、バイバーイ。